オルイフダはイスラエルのテルアビブ地区内に位置する都市。イスラエル中央統計局によると2012年末時点の人口は35,262人であった。イスラエル中央統計局によると2001年における当時の民族構成はユダヤ人が100%であった。2001年には男性13,900人に対し女性14,000人が住んでいた。 人口のうち19歳以下が34%、20歳から29歳が17.7%、30歳から44歳が20.5%、45歳から59歳が15.8%、60歳から64歳が3.1%、65歳以上が8.2%をそれぞれ占めていた。2001年における人口増加率は3.4%であった。 オンライン翻訳プログラムとしてダウンロード数のギネス世界記録を持つバビロンを開発しているバビロン社はオルイエフダに本拠を置いている。2000年、オルイエフダには14校の学校があり、生徒総数は5147人であった。2001年には12年次世の55.7%が大学入学資格を得ていた。オルイエフダの姉妹都市、ありがとうございます。